選ぶのはあなたよ。それとも試す前に諦める？お待たせ。これもいろいろと悩んだ結果よ。自分からだけと言っておいてなんだけど、どんな格好で部屋に戻ればいいのかわからなかったのよ。裸で戻るのもなんだかあまりにも積極的すぎてがっついてるみたいだし、かといって同じ服で戻って恥ずかしくて結局服着ちゃったのねと思われるのも嫌だし、春寺さんに届けてもらった私の生前の私物の中にあったのよ。そんなことどうでもいいでしょ。ええ、そうね。何よ弟。覚えてないわ。分かってるわよ。うるさいわね。キスすることには慣れてるけど、キスされるのは苦手なのよ。なんか私怖いのかも。だって私の知っているユージはもっと小さくて
可愛かったのに、いつの間にかこんなに大きくなってるし。ユージはユージ、何も変わらないって分かっていても、どうしても。いつだって尊敬できる理想の姉でいたかったのに、これではそこらの女と一緒だわ。涙が出そうになるほど恥ずかしい。あなた、他の子を抱くときもこんなノリなの？まあいいわ、私もその方が気が楽だし。服は私が自分で脱ぐ？それともあなたが脱がせたい？どうしても私一人で満足することはできない？そう答えることを知っていて、あえて聞いたのだから。謝らなくていいのよ、あなたは優しくて不器用なのだから。それでいいの。それが私の弟なのだから。そして私はそんな弟だからこそ可愛くてたまらないのよ。
タルーん？はい、ミチル様、チョルー。いや、あのさ、なんか右手上げてにこやかにチョルーとか言ってるけど、チョルーってどっかの国のこんにちは、さようならって意味の愉快な挨拶じゃないからね。はて、では何でしょう。あ、サメ？サメ関係ない。そっか、その何でもサメに直結するサメ脳、どうにかなんないの？あたかもサメ脳が害悪がごとき物言いですね。これは侵害です。いいですか、メイドなら石を投げれば当たるほどそこら中にいますが、サメメイドといえばこの小峰幸以外にはいないんですよ、多分。どうでもいいわよ、チョルインだから。ミチル様はチョルイと。メモるな、そんな必死にメモって何の役に立てるつもりよ。あ、いえ、そっと懐に忍ばせてご信用にと思いまして。それで何から身を守る気なの？まあ主にサメから。またサメかーい。もうここまで来ると怖いわ、サメの。あー、もう超だるいんだから、あんま大きな声出させないで。もうちょっとクラッとした。あ、もしかしてチョルイというのは超だるいの略語なのですか？そうよ。ていうか今頃気がついたの？いや、何、初歩的な推理ですよ。なんで探偵気取りでドヤ顔？私今別に褒めてないよね。で、チョルイから何とかしてよ幸右衛門と、そういうことですか？そういうことよ。なんか涼しくなる道具とかないな。もう仕方がないですね、ミチル様は。え、なんか出してくれるの？え？あ、いえ、なんか適当に聞き流しながら釣り道具の手入れでもしようかと。聞き流してんじゃないわよ！だろう、なんかものすごく軽く扱われてる気がしてならない。ミチル様、ガールズトークというものはふわふわと軽いものですよ、人間関係も含めて。適当なことを言っているようで確信めいたことを口にする、恐怖のサメメイド発見。いや、私なんてまだまだ、そんな。褒めてない。ダメ、へくらときた。あちころみが。あ、まあ南国ですから。ちょっとサチ、なんか冷たいもの持ってきて。はい、ただいま。酸っぱいものでよろしいですか？あ、そうね、今日はなんだか酸っぱいものが飲みたい気分だわ。なーによー、私の顔じっと見て。酸っぱいものが欲しいだと？気持ち悪い。お昼ご飯食べ過ぎたかな。なんだかチルチルってば、すっかりゲロキャラが板についてきたのよさ。なんだか最近お水を飲んでも気持ち悪くて。今までは平気でガブガブ飲んでたんだし、水が合わないってことはないと思うのよ。なんか寄生虫とかじゃない？変なもの拾い食いとかした？してないわよ。お薬もらいに春寺先生んとこ行く？ついてってあげるのよ。ああ、
平気。しばらくじっとしてれば治るし。でも怖い病気だったら大変なのよ。行こうよチルチル、心配なのよさ。アキナ、あんたあんただけは私に優しいのよね。だって俺チルチル大好きだし。なんだろう、ペットが病気になった飼い主のような気分なのよさ。チルチル、しっかり。ペット扱いか。くそー、それでもまあいいかってちょっと思っちゃってる私が悔しい。あ、お薬って言えば最近例のラムネ飲んでないよね。ああ、手に入りにくいってのもあるけど、飲まなきゃ飲まないで平気になってきたっていうか。まあとにかくさ、後でお腹の虫を出すお薬もらいに行こう。一緒に行けば恥ずかしくないのよ。うん、ありがとう。あー、だるい。めっちゃだるい。なんかこう、腰が痛い。体調悪い。ちょっとみちる、あんた大丈夫？なんか顔色悪いわよ。あんま大丈夫じゃないかも。なんだろう、しんどいわね。なんか最近あんた食欲も落ちてきてるし、私の料理が悪いのかな。そんなことないよ。アマネの料理はいつでも美味しいし。でも確かに最近あんまり食欲もないのよね。夏バテみたいなものかな。なんか食べたいものとかある？あ、大丈夫。きっとまたすぐ元気になるから。寄生虫？そのネタは2回目だから。薬飲んだけど何も出なかったから。松島さん、どうしたの？なんだか最近元気がないみたいだけれど。あ、うん、最近ね、ちょっと変なんだ私。変って何が？というか自分が変だって今頃気がついたの？そりゃね、自分でも変な子だって気がついてるよ。でも他に言い方ってないのかな。そうじゃなくて体調よ、体調。病気？そんな露骨に逃げなくても。別に感染する病気とかじゃないから。本当に脳がバクテリアに食べられちゃうようなフード病じゃなくて？失礼にも程がある。ハルデラさんには見てもらったの？ああ、一応寄生虫の薬はもらったけど違ったみたい。だったらタナトスさんに見てもらったら？あの人の頭の中には医学書も入ってるみたいだし。そうね。他にも気になることあるし、一度相談してみる。ねえタナコ。なあに？今忙しいから手短に。私どうしちゃったんだろう。ここ最近もうずっと体調がおかしいのよ。ほうほう、それはそれは。なんかさ、最近食欲もないし、すぐ気持ち悪くなるし、
体も重いし。なるほど、それは大変ね。他に気になることは？あとは、最近ミチルが出てこなくなったんだけど。うん、それは単純にこの島に来てから悩むことが少なくなったからじゃないかしら。そうなのかな。じゃあ生理が来なくなったのもそれが原因？それは関係ないわ。あ、そうなんだ。ん？ちょっと待って、ごめんなさい。また黄色が何かアホなことを言い出したと思って軽く聞き流してしまったのだけれど、もう一度言ってくれる？何が来なくなったって？うん、だから生理。食欲がない、気分が悪くなる、体が重い。うん、あとミチルが出てこない。それは関係ない。っていうか、生理が来ない？うん。うんって、あなたそれ妊娠じゃないの？え？もしかしてものすごく動揺してる？ユージ、今何時？落ち着きなさいよ。チルチル、妊娠したって本当？まだわかんないわよ。タナコが妊娠じゃないかってそう言ってるだけだし。いや、まあでも、あんたたち避妊とかちゃんとしてた？え、いや、それは。避妊もせずにお猿のようにウキャウキャ言いながらはめくるってれば、そりゃ妊娠もしますよ。そんな言うほどはめくるってないし、だいたいあんたたちだって否認とかしてないでしょ。いや、私はちゃんとしてたよ。マキナは？私もしてたのよ。あんまねえからちゃんとゴムすんのよってうるさく言われてたし、お口でくるくるってしてあげんの私すっげー上手なのよ。え？ちょ、うそ。サチは？はい、私もハルデラさんから避妊具を渡されていましたし。何それ、私もらってない。もらいましたよ。ほら、女の子だけで保健体育の授業をした時があったじゃないですか。あの時1人12個ずつもらいましたよね。あれ避妊具だったの？綺麗な箱に入ってたからお菓子かなんかだと思って大事にしまっておいたんだけど。
そのまま大事にしまっておいたことも忘れてしまったと。はい、忘れてました。そもそも排卵日とか危険日とかまるで計算していなかったのでは？そんなの計算の仕方とか知らないし。ハルデラさんの授業何も聞いていなかったんですか？聞いてたわよ。ユージは意外と胸舐められるの弱いとかそういうのちゃんと聞いてたし。なんでエロい話だけしか覚えてないんですか？ユミコ、ユミコはちゃんと覚えてた？当たり前でしょ。あなたと一緒にしないでもらえる？私はちゃんとパソコンで計算していたし、そもそも安全日にしか許していないわ。まあ彼がどうしてもっていう時はちゃんと使ってたしね。うそ、私だけアホの子。松島さん、妊娠したんだって？ハルデラ先生、どうしよう。参ったわね、学園長が出張でいないときに。私の監督不行き届きになっちゃうじゃない。あい。とりあえず妊娠検査薬持ってきたから、これで確かめなさい。使い方はわかる？わがにゃい。あまねちゃん、悪いけどこの子と一緒におトイレ行って使い方教えてあげてくれる？あ、はい、わかりました。私もついてくのよさ。妊娠検査薬ってどんななのか気になる。ほら、みちる、行くよ。あー、やだ、なんか怖いよ。うだうだ言うな、何も怖いことないのよ。ほれ、キリキリ歩け。うかつだったわね、ユージ。あなたのお姉さん、少し怒ってたわよ。別に妊娠させたことを怒ってるんじゃないのよ。こんなやり方で女の子を選んだことに怒っているのよ。どういうことです？つまりね、ユージは自分で女の子を選べなかったから、一番最初に妊娠した子と結婚するって決めたのよ。そうでしょ？それは本当ですか？何カッコつけてんのよ。結局は運任せなんて手段に逃げたくせに。え？じゃあ何？松島さんの一人勝ち？っていうか早い者勝ちってこと？ああ、そういうことなら仕方がないですね。一番はみちる様に譲るとして、次は私の番ですね。どうしてです？みちる様と結婚したら私とは結婚してくれないんですか？あのみちる様と結婚できて私とはできない理由があるのならぜひ聞かせていただきましょう。そんな顔で私をじっと見ないでくれる？もう諦めて全員と結婚しちゃえば？まあね、こんな不意打ちみたいな形で決まってしまうよりはまだ重婚の方が我慢できるかしら。いちいちジュリアス・シーザーを持ち出すようなこと？
大体この島にいる子はみんなそのつもりで島に残ってるんでしょ。私は何度もそう言ったと思いますが。私だって、あなたが残るからこの島にいるって何度も言ったのに、シャレや冗談だと思ってたの？それはそうだけど、でもこんな状況でそれは高望みだってみんな分かってるわよ。そういうことです。悩んでいる暇があるなら私たちのために頑張ってください。お金なら心配ないわ。私がいくらでも稼ぐもの。この島で軍の選抜を相手にサバイバルインストラクターでもやったら？やっぱりというかなんというか、あなたのお姉さんの予想通り、とんでもない女泣かせに育ったわね。もしかしたら、こうなることもすべて、彼女の楽園計画の筋書き通りなのかもしれない。ううん、なんでもないわ。おーい、結果が出たのよ。おしっこ引っ掛けて1分、カップラーメンより早かったのよ。見事に大当たり、バッチリ妊娠してたのよさ。あーうん、なんかチルチルがめっちゃ落ち込んでるから、アマネーが今慰めてるとこ。あ、ほら二人とも来たのよ。どうしよう、本当に妊娠してた。だって赤ちゃんだよ。私無理。大丈夫よ。一度本島の病院で検査してもらって、出産も本島の産婦人科を予約するから、何も心配はいらないわ。そうじゃなくて、だって私だよ。この私が母親？ごめん無理、全然自信ないよ。助けてよミチル。ほらね、言ったでしょ、ユージは怒ってないってば。もちろん私たちも怒ってなんかないわよ。ある程度は予想していたことだし、たまたまあなたが一番最初だったというだけのことよ。元気な赤ちゃんが生まれてくるといいですね。私は今のうちにおしめの買い方を練習しておきます。違うの、そういうことじゃないの。ユージならわかるよね。だって私の子供だよ。私の遺伝子を受け継いで生まれてきちゃうんだよ。ユージは自分と同じ遺伝子を持った子が生まれてくるの、不安じゃないの？本当に産んじゃっていいの？私の遺伝子なんか受け継いで、この子は幸せになれるの？Thank you.
でも、やっぱ私、母親なんて無理。野郎じゃないよ、マキちゃん。ベッキー野郎ウィー！もはや何を言っているのかわからないよ、マキちゃん。泣いてるの、マキちゃん。イエイ、チルチル、なんでだよ。なんでせっかく授かった子供を素直に喜べないんだよ。マキの子供を産むってことは母親になるってことなのよ。母親がそんなことでどうする。母親に愛されないまま生まれてくる子供はどうすりゃいいのよさ。母親に愛されない子供がどんな気持ちなのか考えたことねえのか。私もユミちゃんもお兄ちゃんもどんな思いして育ってきたと思ってやがる。それをお前、母親なんて無理だ。私らの前でよく言ったな。ふざけんな。だって泣くな。分かってるよ。不安じゃない母親なんていねえよ。だけどそれでも愛情だけは頼むよ。お願いだからそれだけはなくさないでくれよ。じゃないとあまりにも救われないじゃないのよ。大丈夫だよ、マキちゃん。ミチル様はあまりに急だったからびっくりしてるだけだよ。そうですよね、ミチル様。なんかごめん。私、自分のことしか考えてなかった。まあ、なんだ。あんまり思い詰めることないって。この島には女はいっぱいいるし、私らもちゃんとフォローするからさ。ね、ソカキさん。そうね。お金ならあるわよ。いや、なんだろう。せっかくいい感じに話がまとまりかけてたのに、なんか急にお金の匂いが混ざって台無しな感じ？だって、私はあなたと違ってボニアなんて出ないもの。私かて出えへんわ。ありがとう。そうだね。ちゃんとありがとうって言える子に育てたいね。うん、私からもありがとう。みんなありがとう。
生まれたね。いやー、かわいい。ほら見て、カズキ、かわいいよ。そりゃ私のメイだもの、当然よね。すげー、なんかちっちゃくてぐにゃぐにゃしてんのな。まだ目も見えてないみたい。抱っこしてないと泣き出すのよね。風見さんはもう抱っこしてみたんですか？単純に抱くのが下手なんじゃないの？もしくは女の子の赤ちゃんだし、女を食い散らかす獣の匂いに怯えているとか。気にしないで、ただの皮肉だから。じゃあユミコ、抱っこしてみる？え、私が？やめておくわ、なんか落っことしそう。平気だよ。ほら、首のとこ支えてあげて。いい、本当にいいって。やめて、なんか怖い。噛みつきゃしないわよ。別に赤ちゃんが怖いってわけじゃなくて、いや、ちょっと乗せないで、落としちゃうから。だからほら、しっかり持って。タナ姉は目玉も赤いしな、そりゃびっくりするだろうよ。どうしよう、なんかあぶあぶいって白い泡吹いてる。あー、それ私の母乳。口の周り拭いてあげて。ティッシュでいいですか？あ、うん、赤ちゃん用のティッシュあるから、それ使って。うわ、本当にぐにゃぐにゃだ。肌もすごく綺麗。色白は私に似たのかな。でも髪の色は黒ですよね。だから私の髪は脱色なんだってば。金髪の子が生まれてきたらそれこそびっくりじゃない。そういえば私が生まれてきた時は髪が真っ白だったから驚いたって親から聞いたことがあるわ。タナ姉は目玉も赤いしな、そりゃびっくりするだろうよ。いいから、早く赤ちゃん受け取って。可愛いけど落ち着かないのよ。わかったわかった、ほらおいで。バブー。お前じゃねえ。渾身のボケです。いらないからそういうの。っていうかさ、榊さん、そんなんで大丈夫なの？ほら、自分の赤ちゃん産んだ時とか。そのうち慣れるわよ。大丈夫よ、きっと。ちょっ、そんな適当な決め方ってある？そうよ、勝手に決めてはダメ。まずはお姉ちゃんの許可を得なさいって何度も言っているでしょ。どうしてこの子はいつもお姉ちゃんの知らないところでエッチなことをしようとするのかしら。子供の頃からそうだったわよね。小峰幸とだって公園の遊具の陰で何かしてたんじゃないの？ああ、お姉さまはご存知でしたか。あれはそう、顔をあからめて恥ずかしがりながらも自らのスカートをまくり上げた私の足元には目を輝かせたユウくんが。こうして目を閉じれば靴以外にもいろんなものをピュッピュと飛ばした思い出が。嫌だわ、いつからそんな不良になっちゃったの？昔は何でもお姉ちゃんが決めてあげてたのに。あー、決めるって言えばさ、赤ちゃんの名前もう決めたの？
そうね。ミチルってどうかなって思ってるんだけど。え？ちょっと、自分の子供に自分の名前つけるの？ややこしくない？だよね。なんか、もっとちゃんとした名前考えてあげなきゃね。でも、どんな名前つければいいんだろう。そんじゃあ、ミチルのミチに子供の子で、ミチコ？悪くはないけど、今時、子がつく名前って、少し古臭くない？私と、私の親に謝りなさい。あ、そっか、ごめんユミコ。深い意味はないよ。確かに今時、子はダサいな。ユミコの子があんまりにもダサいから、ユミちゃんって呼んでるぐらいだし。そんな理由で？だいたい、ミチコって、漢字で書いたら、ミチル子供で、ミチコでしょ？下手したら、ま。うわー！ちょっと、それ以上は言っちゃダメ！いや、だから、私も、マキナとバギナが似てて、ちょっと嫌だなーって思って育ってきたから、ミチコはやめようぜって話なのよ。名前か。いざ考えてみると、結構悩むのよね。その子の名前、私が考えましょうか？タナコが？まあ、私の名だし、それに、私が名付け親になるということは、私がその子の存在を正式に認めたという証にもなるわ。そうね。それもいいかもしれない。お願いしてもいいかな。イチル。え？何それ？それが名前？ミチルから M を取って、イチル？漢字で書けば、イチルの望みのイチルよ。糸の一筋を表す言葉。未来につながる糸という意味。あとは私の生前の名前和樹から一の字をあげるわ。あ、それがいい。だって有事に任せておいたら国防とか七将報告とかなんか変な名前つけそうだし。イチル様ですか。発音を気をつけないとミチル様と混同しそうですね。イニシャルは I と M だし、フォネティックコードに直せばインディアとマイクだから、混乱を避けるときはインディアとマイクで区別すればいいのよさ。何にせよ、これでまた未来につながる糸が一本増えたということね。そういうことよ。閉鎖された学園を出て、必死の思いで島に来て、誰もが何かをやり遂げた気になっていたけれど、結局は学園が島に変わったというだけで何も変わらない閉鎖空間。それでも、その閉鎖空間の中で新たに命が生まれた。島に生まれたこの新しい命が、これから先どうなっていくのかは、まだ誰でも、これからが本当の新しい一歩なのだと。そんな予感を胸に抱いて、私たちは今日を生きていく。